こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザードアリー2やっていきましょう。早速ゾンビがウェー出てくる。ちょっとね、前回はね、次に進むための伏線をいろいろ張っておきながらね、やっていったんですけれども、今回はまあちょっと彼女に振られて昇進中で酒を煽りまくってってことは、あれ多分出発前日だったっていうことは、飲酒運転してるんじゃないかという疑惑のあるね、あのレオンちゃんと再会をするためにね、進めていきたいというふうに思います。うん、だからまあなんだろう、職員室っていうのか、なんかまあ東のうん、警察さんたちがわーっているようなところを、まあ、開通させることができる、開通するところまでをちょっと一応ねやっていこうかなっていうふうに思うところで、さ、なんだろうな、この部屋なんでこうなったのっていうくらい荒れてるよね。これだって確実にゾンビがいた形跡とかあるわけじゃないし、まあ血みどろになってるからあれか、まあちょっと誰かの運命のいたずらって、運命関係ねー。前回ね、そんな感じだったんでね。しかしまあ、あれに荒れてるよね。まあ、でも、リッカーが言ってたってことだから、まあ、リッカーがいろいろとこう、やった三軒、もう土で埋まりまくってるっちゅうのはあんまり関係ないよね。もらえなくて、めっちゃ気になるところではあるけど。すぐ戻ってくれないか。じゃあ、とりあえず、ちょっとここのお掃除をして、歩きやすい、過ごしやすい、つらいよっていうところをやっていこうかな。はい。まあ、ちょっと黒豆ちゃんから招集命令もあったんでね、まあ、そこに戻っていかなきゃいけないんですが、うい、あれでも黒豆の言うことを聞かずに普通にあそこのスペードの鍵、あ、死んでる、スペードの鍵を行くことで、あのムービーシーンをちょっとでも生きてんのかい。死んだフレカお上手ですね。でもこいつ活性死者でしょ。ゾンビって死人じゃなくてさ、活性死者なわけじゃないですか。まあ死者って言っちゃってるけどね。だからね、細胞が活性化して動き回ってわーってなってるってことがさ、あんななんかね、ゆっくりゆっくりするわけじゃないと思うんで、そこら辺ちょっとどういうことなのかを説明していただけないでしょうか。なんだろうな、この突っかかる癖やめなきゃいけない。これだね、あ、そうそう、もう今更の情報じゃねえかってなるけど、バイオの RE4 がね、発売されることが決まりましたね。3月の24日だっけ、来年のね、3月24日。いや、楽しみだね。スチームでもやるんだと思うけど、もうやるって決まったからにはもうね、今からそこに向けて貯金を貯めなきゃいけないよね。金曜日なんかね、まあまたね、いろいろとね、梅田ジャパンさんとか小島店員とかがね、いろいろそういうのをやってる、まああとは音じゃさんとかがやってるのを、ね、実況撮ると思うんで、僕も一応ね、撮るんでね、今から予約しといて、3月24日。やっぱライブ放送とかしてみたいんだけどね、どうしてもね、ちょっと、娘ちゃんとかね、まあ、家族のこととかを考えると、まあ、残念ながら、ね、夜中ぶっ通しでやるっていうわけにもいかないしね、これがね、独り身だったらね、次の日土曜日じゃん、もうなんか、確か10時間まで連続放送できるんだったっけっていうかはあるからね、そういうのをちょっと勉強しといて、生放送できる環境を整えてやるとかね、できたらなと思って、さすがにそういうわけにもいかんからね、まあ、ちょっとずつちょっとずつね、こうやってアップしながらね、進めていこうというふうには思いますね。はい。あ、でもそうだな、でもなんか、アシュリーの衣装だっけが、もともとボツになったバイオハザード4で着せるはず、予定だった衣装になってるっぽいね。だから、なんか、トレーラー映像じゃなくて、なんだっけ、ビジュアル画像かなんか出てたけど、全然色気なかったもんね。え、これってちょっと思ってしまったよね。スカートでね、ヒラヒラしてね、下から覗き込んだら白い何かが見えるっていうね。白と肌色の間に黒いものが見えてはないんで、ちゃんと処理はされてらっしゃるんだろうなっていう気はしたんですけど。来たか。ダメだ。こっちだ。もうそういう話ばっかり浮かんでくる。見てみろ。ずーっと発情してるよね、俺ね。30だぜ。知り合いか。ええ、レオンよ。まあ、でも元気な人はね、まあ、30になっても40になっても元気は元気だからね。新入りか。なんか70になって大子供産んだみたいな。おっと黒豆、その目線は見てるな。ありがとう。まあ、見るよね。うん、やっぱ出るとこ出て、へこんでるとこへこんでる女性いたらさ、つい見ちゃうよね。でなんかその人の。なら、まあ、このクレアは美人だけどさ、その人のね、お顔がどうだっていうのはあんまり関係なくさ、やっぱりなんかスタイルがいいとね、綺麗に見えちゃうっていうのは、これ失礼なこと言ってる俺。でも事実としてあるよね。うん。まあ、
個人的にはどうだろうな、その普通のなんか女優さん、あのね、映画とかに出るような女優さんとかよりもやっぱりその手の女優さんの方がなんか綺麗な人とかスタイルのいい人とか多い気がするもんね。 あとアイドルとかと比べるとさ、だって この人らでアイドル結成したら多分なんかもう過去最高クラスのなんか、ね、素材が揃った人たちの集まりみたいな気がするもんね。やっぱりね、あの露出度 100% の人だ、まあ、もうあの中内側まで見せるから露出度 120% って言えるかもしれないけどってなったら体のケアがね整ってないと、ね、どこかがやっぱりよっとしてたりとかちょっと締まってるところ、締まってなけなかったらね、あのお見せすることができないわけだからね。まだちょっとかかる。本当にだからまあね、一方でまあ男性の方でもまあそれはムキムキの人もいるけど、なんかねぷよっとしてる人もいるから、あそこもやっぱり、でもそれってどうなんだろうな、女性的に、あ、間違えた、女性的にどうなんだろうな、あの多少ぶよっとしているそのなんか抱き心地のいい男の人の方がいいのか、やっぱりがっしりとしている人に抱かれたいのかっていうのはどうなんだろうな、力強くなのか優しくなのか、まあ、でもここはやっぱ激しい方が好きなのか優しい方が好きなのかにもよるよね。だってもっともっとっていう人なんか絶対激しく方がいいもんね。そういうのはやっぱ筋肉質の人なんかにやられる方が良かったです。ああもうなんかね、Q とねタブのね位置が近いからね、いつもねここあの押し間違えるんでね、違う、っていうのはあるよね。よいしょ、スターズキー、スターズキーじゃん、ロッカーキーか、スターズキーはこれから手に、これをアイテムガッシャンをして、ちょっと待ってもう2周目よ、2周目中か、もうクレア表編よ、レオンクリアしてるのに未だにこんな操作性しとったら怒られるべ視聴者に。はい、デレレレー、よし、 OK。 なんか今あのごめんなさい、多分ピロロンと音が鳴ったかもしれないけど、最近あの撮るだけ撮ってアップロードしてないで、あの撮った動画そのまま残してるからディスクの空き容量が残り 20% 以下でありましたって警告の文章になっちゃって、そうなんよ。あの最近さ画質のこともあるんだけど、ちょっと待ってね、あのいろいろとアイテムが手に入るところも多いからって一旦整理する。ごめんなさい、ちょっと無駄に時間かけちゃうことになるけど、まあ、そこはご愛嬌ということで許してください。そうそう、なんかね、あの1本撮ると、まあ、例えば15分の動画とかを撮ると、まあ、その時のね、なんかあの画面の激しさとかにもよるんだけど、まあ、大体10ギガとかそのくらいになったりするんよ。それが20分とか30分とかになってくると15ギガ20ギガ1本あたりとなって、パソコンのスペックとかが大体150ギガとかだから、だからまあ4本とか5本とかになってくるんよね、うん、でそれをまあアップロードしないままにあの保存しておきますってなったら、さっきピローンって音が鳴っちゃったみたいにディスク容量が残り 20% ですげえ注意してくださいみたいな風に、まあ、怒られちゃうわけですわ。そう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 、そこがねちょっと注意しなくちゃいけないからね。だから一回もう本当にショックだったのが、あの動画を撮ってて急にね画像がめちゃくちゃ重くなって、でなんやなんや、なんでこんなことなってんねんと思って見てみたら、動画あじゃないや、パソコンの PC スペックがなくなって動画が撮れない状況になっちゃったから遅くなって、だから録画止めてって、すげえ中途半端なことになってなったというか、セーブしたポイントからもう全くのやり直し、20何分撮ってたからマジかよってなったことはある。仕事がねある程度のところまで進んでてさ、なんかねあのもう一回やり直しってなったらさ、たら動画の撮影に限らずさ結構ショック受けるってことあると思うんですね。もうあるんだよねって。そんな、あのヘリコプターが急に現れて、平気よ、再開することができましたね。鍵はないんだ。相変わらずレオンも黒豆ちゃん、おお、その視線は、ないわ、その視線は鍵じゃないだろ。でも会えてよかった。そっちはどう、そんなことよりもなんとかアニマだろ。飛んだ夜ね、絶対見てるとこそっちだもんね。君の兄さんは、それなんだけど、
それなんだけどっていう話をしようって、あれもう休暇に出てるっていうことは、あれか、黒豆ちゃんから話聞いてるから、早く逃げて。じゃあ、ゴーネコの糞から作られたコーヒー豆で、安全な場所へ行く。美味しいらしい。美味しいっていうか、美味しいかどうか味覚だからな。早く行って。あれだね、個人の、あれだけど、生き延びよう。高級絶対にコーヒー豆っていうところかな。そんな感じかな。さてと、じゃあこっから失礼、こっからあそこを抜けて、職員室を抜けて戻ったところで、なんか区切るってこと。あ、でもなんかハンドガンの弾めっちゃ余ってんな。60何発来てるね。よいしょ。で、ここはいないね。中にいたりするのかな。あれでも、来た。グレンゾンビ、グレンゲーじゃない、ただのグレン。よいしょ。この音で気づいてね、敵が来たりとかしたらあれなんだけど、来ないね。一回あれだもんね、レオン表編の時さ、くぐり抜けてきたもんね。振り抜けてきて、かのね、適用範囲外まで来て、あ、いける、適用範囲外まで来てね。で、そのもう、あ、ここ俺いちゃいけない場所だっつって帰ってたもんね。あれ、いないな。とりあえずここはもう一回来た時にゾンビが入ってくるんで、とりあえず防いどくんだっけ。あ、いたね。おお、バシュッて。いや、いいんだけどさ、いいんだけど、なんか、何に向かって歩いてたのって感じだね。チョキッ、オッケー。で、向こう側にいるから、このアイテムは、しまって、で、あ、鼻のないゾンビだ。君、あれさっきさ、コンビニにいたよね。コンビニにいたのに、ここまで来たん、歩いてきたの。あー、すごいね。車で走るような距離をずーっと僕らがなんかうだうだやってる間に来てくれたんだね。ありがとうございます。本当に。ゾンビの鏡だと思うよ。ゾンビちゃん向こうに行ってるね。よし、向こうに行ってる間、あー、ちょっと待って。アイテムスペースまだ2つ余裕あるね。よし、OK。ハンドル、強化火薬、これで硫酸弾作ります。で、ここをずっと開けておいて、よし。じゃあ戻ってこれだ。オッケー、よかった。無事戻ってこれだ。じゃあ、ゾンビは、まあ、近づいては来て、帰るのね、さよなら。あれ、お前警官ゾンビ、どこから来たの？はい。ということでね、無事になんとかホールに戻ってくることができました。ということで、ちょっとアイテム整理はしてね、今回のパートは、区切りがいいので終わろうというふうに思います。ということでね、最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、応援していただけると嬉しいでございます。ちょっと待ってね。ちょっとね。区切りが悪すぎたな。はい。ということでね、次回パートでまたお会いいたし、ん？ちょっと待って。いけるね。よかった。生存確認ができましたので、はい。ということでね、このパートは以上とさせていただきます。最後までご視聴どうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でございました。さよなら。バイバイ。